行ってみようこんちくわ始まりましたりゅんと行ってみようのお時間ですはい私りゅんなぐもっとそしてこの方はい、ちくわといえば山沢光さ <laughs> カルサンライスです <laughs> こんちくわ <laughs> <laughs> 流行るといいね流行るといいですね初めて言いましたけれどもこん <laughs> ちくわこん、ね、ちくわってさ <laughs>、うん、この今までに誰か言ってこなかったのかな 言ってきたかなどうなんだろうねそれこそギャグ漫画とかさ、ありそうじゃありそうだけど。いや、なんか聞いたことないな。確かにね。うん。こんにちはでしょうん。こん、全然合ってないもんね。全耳はかないよ。うん。道なんとかって言葉になるまで。こんにちはーいとか。そう。そんなんじうないよ、まだ。うん。こんちくわだからこんちくわもう、ルールを無視してまで作った言葉。でもかわいいかも。 ちくわはやりませんかねどうにかなりませんか僕が一人暮らしして一番最初に無事当たった壁ちくわどういうことどういうことあのさちくわってさあの実家の冷蔵庫に絶対入ってたじゃん入ってた入ってたじゃない入ってました あとは何だろうな、なんか白菜とか。はい。みたいな安くて。はい。いつでも買えるものだと思ってたの。はい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 。で、大学生の時に一人暮らしして。はい。で、初めてスーパー行って。うん。あ、それちくわ食いてえなと思って。うん。うん。うん。ちくわ見に行ったら。うん。あ、日本で百五十円?。うん。あれ。俺、日本で百五十円する?。うん。結構するじゃない。ないそれ、いいちくわ。 いいちくわなのかな,あ,れなんかあのー、ちっちゃい4本で100円じゃないのちくわっていや分かんない僕見に行った時には 2>,、うん、その2本で150円のちくわしかあくて<ー>あらちくわって高級品なのね、うん、うちって裕福だったんだ、うん、って思った <laughs> そんなことなくない <laughs> そんなことないけどな、うん、いやでもさちくわってさなんかなやろな,なんかその目指しとかさはい 貧乏料理の定番のイメージないおおそうかまあ何かさ何にでも入れれるじゃない肉ねえなという代わりというか分かんないけど焼きそばに入れてみたりもできるじゃないそういうことでしょ便利なそれで分かる分でもさ焼きそばはいいな全然焼きそばはいいんだけどカレーのはい 肉の代わりに、ちくわだった時の、うん なんだろうその心の寂しさみたいなのさしくない非常に寂しいそれはカレーの場合のみやっぱりちくわでいてほしくないよね欲しくない肉だから肉が欲しい肉の出汁が欲しいんだからそうだよねうんちくわは出汁出ないんだからすごい寂しい気持ちになるよねカレーの時だけほかはいいよ焼きそばに入れてもいいしはいはいそうそうちょうどいいんだよね炊き込みご飯とかにちくわ入れてもいいよ全然美味しいと思う美味しいカレーだけはカレーはやめてほしい うん、焼きそばも肉が入ってのちくわだからね。まあ、結局。俺の言ってる焼きそばは。なんだよ。うん。<laughs> じゃちくわはやっぱり結局その、うん、メインを張ることはないのかもな。ないのかな。おでんじゃないんだから。おでんか。おでん,おでんのひたひたのちくわは、うん、あれは確かにその焼き鳥とかにもなんかこう叶う、うん、こうスペックはあるわ。確かに。うん、そうだよね。うん。確かに確かに。うん、あの、でもあのー、あれでしょ服部とくんの、 あの犬がずっと加えてるんじゃなかった <laughs> だっけそういうイメージあるんだよ、俺。あの、うん、えっと、じゃじゃ丸。じゃじゃ丸じゃないだろうな、ピッコロとかだからな、なんか、<laughs> あのー、な、なんだっけ、あの犬の名前気がするのよ。うん、うん だったのさ、ファミコンのゲーム、もう、そうそうそう。うん、あの、ちくわと鉄アレイを投げるから、鉄アレイを避けて、うん、ちくわだけ取るんだる、ね、そうそうそう。あったあった。そのボーナスステージあったよね。うんうんうん、あったあった。<laughs> なんだっけあの犬の名前ね。ねえ、なんだろうあれ忘れちゃったな。なんだっけな。もじゃ丸、うん いや違う気がするななんだっけねでもなんとか丸なんだよなんとか丸しかもそのんか船の名前みたいなのじゃないなんとか丸だった。ああ船の名前じゃないね。船っぽくないなんとか丸。知ってる人いませんかいる服部くん世代の方。じゃでもね俺服部くん世代じゃないよ俺。あそうなのうん服部くんはもうなんか再放送みたいな。 ああ、へえ。そう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 。え、デューンで、服部とくん世代じゃないなら。世代じゃない。僕が見てた、はっとりくんは、再再再再再放送ぐらい。いや、そうなんじゃないうん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 。だから、意外に、その、ま、42歳、デューンは、なんだろうな。だから、パーマンとかも、再放送なわけよ。ああ、はいはい。だから、あの辺ああ、そうなんだ。バカボンとか。うん。 見てないそうああいう藤子 F 藤尾先生とかの赤塚さんとかは見てないのよあへえそうそうもう鳥山世代ですからこっちはあドラゴンボールですそうそうドラゴンボールそうあられちゃんも微妙に見てないうんそうもうドラゴンボーね。そういやドラゴンボールですはいドラゴンボール自分の世代代表の胸張って言うけどドラゴンボールですはい平成今では何なのポケモンかな 平成は何僕は多分だから、それで言ったドラゴンボール世代でしょ、うん、はい。僕はだから、ポケモン世代になるのかな、うん、ワンピースはワンピースかなポケモンの放送の年に生まれてる僕だから、確か。えぇーそう。94年、ポケモン95年だったからでも、そんぐらいに生まれてるから。うん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 。そうだね。じゃあ、ポケモン世代でもなくないポケモン世代でもないのうん。<laughs> 違うもうちょっと後じゃあ。もうちょっと後なんじゃないじゃ,じゃあ、ワンピースか。 ワンピースぐらいを見てましたか？うん、あの小学校の時にアニメといえばああワンピースだった。いやワンピースか <laughs> ね。うんハットリくとワンピースがあの被ってても放送時間、うん、そう再放送だからね被、うん、っててもやっぱワンピース優先してたな そそううか、うん、そうか,いやだかシティーハンターとかね、まあはははいはいはい、はい、そうそう見てましたよ、うん、だから今そういう世代のためのなんか映画とかもねあれでしょう「s l a m d u n も中学校の時、まあ、本とか、うん、まあアニメもあったし、うん、見てたわけですから一大ブームの時ですからこのね「京成ローザテーンってね、うん、結構アニメ映画に力入れてるあそと思うんだ。 確かに確かにアニメ多いよね。アニメのやが多くて、今も多分ブルーロックやってて、やってる。でボッチザロックやってて、うコナンやってて、はい。あでなんかストップリとかもやるのかな。まあ女の子見るイケメン系のやつとかもやってて、そう結構なんかねこうニッチなとこ、あそうなんだ。うん。そうかそうか。そうそう。なんかいい映画館だなって。もうオタクに優しい。だって降りたらラシンバンあって、ラシンバンっていうねオタクグッズの えー、そうそうお店とかも真下にあるし、そうそうアニメとかも多分確かすぐその辺にあったし、お<い>なんかオ、ね、タクに優しい映画館、ああそうなんだ、そのイメージーあるあう,かうん、ちょっとそっちにね、あアニメとかに特化した、そうそうにもなってるんだ、そうそう,そう,そう,そうのがね、なんかあ,ありがたいよねう、うんうん、なんかここのハン持っていくと、あの UFO キャッチャー一回できるらしいよ、ええー、マジ？そうなんか今日こう歩いてきてたら UFO キャッチャー 判券持ってくるとできますみたいなへえこの1階がねあれだもんねゲームコーナーあでもここの1階の話じゃないもっと向こうの話ずっちの駅の方千葉駅の方すごいいそう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 余った判券あったら僕もらいます僕も欲しいねすぜひね映画見た後に行っていけばもう もう取れますから一回、うあの僕のチェキと交換します。いやいややりたいいいんだね。はい、じゃあオープニングでした。はい、じゃあ皆さん今日もドゥーンと言ってみようスタート。ドゥーンと言ってみよう。こんちくわこんちくは。はい、スカイウェブ FM の京成ローザスタジオより公開収録をしております。 はい。この番組ではメッセージ、メール、なんでも募集しております。メールアドレスは info.892fm.com info.892fm.com ファックスはゼロ四三四四一五五九二です。えー、僕の SNS に直接 DM 送ってもらっても構いません。何でも言ってください。何でもなんかあれしてます。はい。あれしてます。<laughs> はい。番組名のデューンと言ってみを入れて送ってください。お願いします。はい。<laughs> はい。言いましたよ。言いましたよ。言いました。はい。山を越えたにこね、僕らの街にやってきたハットリ君がやっときた。やってきたんじゃない。結構待たせたみたいです。光サンライズです。あのただいま調べました。ああ何何あのワンちゃんの名前。ちょっと待って。えっとね。 そうなんだよな。じゃじゃ丸みたいな名前なんだよな。ハットリくがやっと来た。うん、はに丸はにあ、違います違いす全然違います。はにじゃない全然、はに、はに丸どっから出てきたのえ <laughs> なんだっけはい。はっ君がやっと来た。ずいぶんお待たせしました。はいはいはい。 やってきたじゃないんだやっときたなんだね。やっときた。うん、なるほどね。うん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 あれなんだっけあのちくわが好きなね。はいはい。あのね、あーってなったし、うんあのちょっとこう、忍者のペット、人間っぽいネーミングだった。ちゃんとなるほどね。なるほどね。そうかそうか。あんまふざけてなかった。はいはい、忍者のね。うん忍者の。あっ。はい。分かったかも。思い出した。普通に。うんでも忍者っぽいか分かんないな。うん。うん。どうぞ。 え獅子丸。おぉ、セコーンイェーイ獅子丸だ。もう、獅子丸の獅子粉塵の獅子って感じの。なるほどね。そうかっこいい獅子。そうかそうかそうか。そうそう。めちゃくちゃかっこよくない名前。獅子丸。かっこいい。調べたけど。んなか 天ぷらみたいだった。え<何>え、エの天ぷらみたいだった。黄色いふわふわだった。ああ、黄色なんだっけ。黄色だった、黄色だった。めっちゃ白いイメージだった。うん、黄色っぽくて、うん、なんかふわふわの衣みたいだったわ。うんうん、そうそう。なんかシシ感はなかった。ああ、そうかそうか。かいやだからなんか忍者っぽいなって思って、うん、そうって何だっけなーと思ったらあのー、えっ、ー、とーそれこそなんだっけ。うん

ボケればよかったのになと思ってもうどうしようもないなと思っちゃった。はい、もう時間は巻き戻らない。はい、巻き戻らない、なん <laughs> ともできないです。もう本当にぶっつけ本番でやっております。<laughs> はい。なんでちくわが好きなんだろうね、犬なのに。なんだろうあれじゃない？あのー、巻き物っぽいからじゃない？ああなるほど。どんどん違う？<laughs> なるほどね。うん。大事なものっぽいからってこと。っぽいからかな。本当は巻き物なの？うん、どうなの？ちなみにね。うん。 ちくわ好きな理由なんだけどアニメ「忍者服部くん」のャラクタった「獅子丸」の大好物がちくわであるとちょっと待って全然違う話になっちゃってごめんなちくわが大好物だ獅子丸で大好物すぎるがゆえに香港版アニメ「はっとりくん」あるのね 獅子丸の名前はちくわらしい。えそのまんま。でだなんで獅子丸からちくわになっちゃったんだちくわが好きやし獅子丸って言っても香港の人なじみないからもうちくわでいいやろなるほどね。そこ変える必要あんのかねそれでもほんとに。まあ確かに獅子丸を思い出してなかったからな。 ちなみに、うんえー、本当の理由はいまるししく君がちくわ好きな理由ええー、クイズになるクイズになるよ、えー、何だと思いまえか、ー、だからまあまあまあ、まあ、巻物のね感じでもないってことでね、うんうん、巻物でもないはいはいはいけどねまあ、うん、別に遠くもないなあーんとねえー、っときっと獅まるはね、うん、アニメとか漫画好きなのよ おーやんそう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 あのー「<laughs> 鬼滅の刃」のねずこがこう加えてるのが、うん、あれちくわだよねあ,あれ竹だ,ね、うん、だからだからあのー、真似したくてだからうんそっお願い <laughs> 正解であれお願い 時間は巻き戻らない。おかしいよ、順番も。服部んの放送と。うん、うん、うん。なに。ちゃんとした理由がある。ちゃんとした理由あった。なんかね、獅子丸っていうは、ワンちゃん。ワンちゃんです。ワンちゃんよ。が、溺れてる時に。なんでか知らんけど。こうちくわ、ピュって、なんか、投げられて。で、ちくわで、こう筒みたいにして。お、水遁の術。水遁術で呼吸したことによって。 溺れているところをちくわによって助けられたっていう過去があるから。それから。ちくわを愛してるんだって、うん。なるほど、なるほど、大好物するよりも、なんかもう恩人として。そう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 。みたいな。だからそのソウルフード。はあ。として、ちくわが好きなんだって、なんかじゃ。 食べないかもしれない子いい子ってしてるのに大事にとってるだけかもしれないんだびっくりしたゃうかも調べて味が好きとかじゃなくて命を助けられたから好きなんだって。なるほどねでも確かにそうだ術ね。うんの術ね。するわするわ。してた気がするそういえばちくわだ。ちくわに命を助けられたことがありって結構聞いたことない言葉だよ確かにあれだもんなその竹の 輪っかだもんねちくわってしま丸が池で溺れていたところはっとりくんがお弁当のおかずに入っていたちくわをシュッて投げてうんいやいや助けろやはっとりくんそのまま池飛び込めるんだっちくわシュッてやんな確かにえそうかあれだもんねちくわって本当はあれだもんねその竹に巻くんだっけ巻いて焼くからそういうことよねうん

二ブロック目終わりました <laughs> <laughs> はい歌の方に行きたいと思います服部くんの歌ある <laughs> <laughs> 服部くんから、えー、To be continued でえ君だけを見ていた全然関係ない Dune <laughs> と言ってみようはい、スカイウェーブ FM のケイセイローザスタジオより公開収録をしておりますはい、はい、なんかどうしても言いたいことがあればどうしても <laughs> <laughs> そんなに僕は強い意志を持って生きてないからな、うん、これだけは <laughs> みんなにどうしても言っときたいなって話はないなないのマジかそんな強い政治家みたいなスタンスではラジオに来てないからなそうかすりゃすりゃそうねいやこないだねよくひげの,の脱毛を通ってるのよええー、そう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  おひげ屋の離したとあ顎とあとフェイスラインのおひげの脱毛を通ってるんだけどいつも通ってるクリニックがちょっと都合のいい日に予約取れなくてああごめんなさい今日空いてないんですその日空いてないんですって言われてあそうなんだでもねあれ月に回しかけれないクールタイムっていうダウンタイムが必要でそそううで。 1か月逃して2か月空けるのももったいないな意味ないから2か月待ってもだからって話した話したら当店の系列店なるほどね系列店で施術できますよって言われてそっち紹介しましょうかって言って「ああじゃあお願いします」って言っていそういつもと違うところにひげの脱毛に行ったの。はまあ 似たような感じ受付しまして伺っておりますとじゃあ早速やりましょうかって言って通されてただまあそのはめましてになるわけよまあそうだね。施術してくれる女性のそうそう女医さんだったんだけどがまあはめましてになるわけでちょっとこうカウンセリングみたいな感じで痛み強い方ですか改めてちょっと痛み苦手そんなに強い方ではないかもしれないですねって。 話してそしたら「あ分かりました」って言って「じゃあちょっとベッドに横になってください」「開始します」と「じゃちょっと準備して戻ってきますね」って言って横になって待ってたらまたガラって開いて「お待たせしました」って言って痛みにそんなにまあ強くないってことでしたのでこちらどうぞお守り代わりに行って1 5ンチぐらいの大きさのドラえもんの人形を渡されて「えって。 子供がが敗者でギュッて我慢してる時に私えもう30歳男性だよと思ってこれあのギュッてドラえもんギュッてしたら、うん、あの痛みも頑張って耐えれると思うんで、うん、<laughs> これ使ってねって言われて、うん。うん ありがとううございますすそそれはねでよもうご好意だしいやいいよいいよみたいな別にグッて吐く衣装あるから言えなくてほかな方したね方だったから言えなくて行為好意でしかないもんねそう好意かもう心底僕のことをバカにしてるからですよにしてるかこの人どうするんだろうなと思いながら持ってきたドラちゃんの人形縫いぐるみにギュてもうしょうがないからさすいませんっつって。

痛って思ってギュってやったらギュってなるから <そう S 1> あ痛いんだなって思うわけでしょ<笑><笑>まあでもまあまあ三十歳にもなるけども、うん、まあまあドラえもん好きだしまあいい,よいやそうねあのもう施術自体ってねやったことないないかなヒゲ脱毛ってね本当にねあの一回五分とかで終わっちゃうのよ本当にもうパッパッパッピピって終わりなんだけど、うんうん ままああいいやと思ってなんか今更突き返すのもなと思ってドラえもんをさエジプトのミイラみたいな感じで酔ってる時う胸の前にこうグッと抱えてじゃあお願いしますって言って成地してもらうんだけどなんかねやっぱドラえもんの時点でやっぱ薄々分かってたけどちょっとずれてるああまあねそうだねそうそうジョイさんであのねひげたつもって超痛いのうん ババチチ焼かれるたびにこう本当に輪ゴムでよく弾かれる痛みっていうんだけどもうそんなんじゃなくてもう針でグさグさ刺さってるい痛みが伴うんだけどあの美容室のシャンプーぐらいのノリでガンガン話しかけてくんのとかゆいとこないですかみたいな感じのノリで「お仕事何されてるんですか?」。バチッ バチバチ <laughs> しかもだって、口周りなのにね。<laughs> そうだよ。僕、うん、もこう、いたいたいたって。あの、お笑い、いたいたえー、何ですかあ、あの、フリターです。ああ、バチバチッみたいな。もう、長く説明するのもめんどくさい。<laughs> そうね。<laughs> 確かに口も動かせないわけじゃない口周りだかもさね一国道さんぐらいでしょだってできるの口動かせなくできるのこうやって一国道さんでもやっぱり「いた」が遅れて聞こえるから「いた」って遅れて言うよそのたびにこうキュッ キュッキュッってドラえもんも言っててね。確かに。で、やっぱ眉毛とかしかめんのよ。痛いから。痛いですよね。ごめんなさいね。みたいな言ってて。ドラえもんみたいにツルツルになれるよ。頑張りましょう。バチッ、バチッて言うんだけど、ドラえもん横に3本ひげてる。ひげ生えてる、長いのか、そういえば。はっとにツルツルだけど、あれひげって思いでも、突っ込むこともできず、痛っ、痛っって思いながら、うん、痛っ、痛い。ドラえもんみたいに痛い。痛い痛い。 <laughs> いや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  <laughs> ドラえもんのあの青いのはあのあの薄く剃ったヒゲとかじゃないよねあれ青ヒゲじゃない青ヒみたいな <laughs> 違うドラえもん毛根の概念ないそうかそうか <laughs> っっっっっっうわ<ー> <laughs> 僕の「いた」とドラえもんの「きゅ」とヒゲが燃える「バチ」って音が、うん。<laughs> ははやっっっぱ言ちちゃううんだわょとずでもさ「お疲れ様でした」って言っても痛みね止まれますよねよく冷やして化粧水とかで止めてくださいって言われて「おっさんありがとうございました」でもやっぱりいつもよりもなんか集中できなかったいつもより痛く感じたの痛く感じたんだ逆にね「おありがとうございました」って言ってさパッて手元見たらぐちゃぐちゃにひしゃげたトラえもんにうわて めっちゃ痛かったごめんすっごい痛くてグッと握ってた、うん、無意識のうちに、うん、そうか <laughs> ぐにゃぐにゃになってたドラえもんかそうかでそのドラえもんを持ってきたんだ今日今日は今回だけ特別にドラえもんさんにこのブースにはお越しいただいて <laughs> おりまって <laughs> 盗んだんか <laughs> 持ってきてないわ <laughs> こっそり返せよちゃんと <laughs> あのヒゲ脱毛興味あって <laughs> でもちょっと痛いとか不安だなとか <laughs>、うん、ある人も,もしいたら <laughs>、うん、僕がそのクリニック紹介しますんでそうだね <laughs> え<う>じゃあそのいつも言ってるところはないの？ないよ。<laughs> <laughs> ない。いつも言ってるとこあったけど、うん、日本の九十九点九パーセントのひげ脱毛のクリニックにドラえもんは置いてないと思う。うんうんえー、絶対置けばいいのにね。<laughs> 聞いたことない。うん、ひげ脱毛痛いですか？なんかその痛み止めとかじゃなくじゃあこのドラえもんで、ね。<laughs> そうそうそう,そうね。そ私買っ僕以外にも多分渡してるからあのちょっと色はげてた。あ<ー> <laughs> 薄くなってた。<laughs> そうか。 <laughs> うん、多分洗って使い直してるんやんああそうだねやろいやでもすごいわじゃあもうあるあるなんだそこのクリニック通ってる人は <laughs> <分>、ね、<laughs> まあまあ次からはあの元へ行ったクリニックで予約取ると思います、うん、だからそうでしたよっていう話もしたいねするわ、うん、絶対するあそこドラえもん渡してきましたよ行か <laughs> れてるんですか <laughs> <laughs> 痛みどうですか強い方ですかどうなんですかみたいな感じ <laughs> 違うなんか食パンマンとかで言うかも <laughs> またぐちゃぐちゃ握っちゃうよ大人の力で30 さいの。<laughs> 子供が握るならいいけど。<laughs> そうだね。<laughs> 形変わるから。大人が握る。だ、その子的にはあれだもんね。なんか痛み。こう、なんか。かわいそう。というかね、痛いだろうから、何とかしたい。って思って。そうだと。うぬいぐるみを持たしておけばいいという。考え。いい。人だね。<laughs> うん。<laughs> そこの考えに至ったんだから。素晴らしい。です <laughs> 思いやりは。大切。ですそうだ、ねい、そ ほんとじゃあブレイクいきますいったんブレイクですはいってみようあのー、はい冷やし中華始まったな <laughs>、うん 冷やし中華、もう始まるか?。始まったよ。六月。もう前科ばあがまってる。うん、なんかね、急に冷やし中華食いてなって思って。うん。そう、ない、そういう時。まあまあ、まあ、わかるよ。わかるでしょあの、酸っぱい感じ。うん。あの、なんか、ごまっぽいのは、嫌なのよ、俺。はこまだれじゃなくて。そう、昔ながらの。ポン酢みたいな。うん、酸っぱい黒酢?。黒酢。うん、酸っぱいやつ。うん。で、だから、ね、もう、スーパーで買って。うん。 そう作るんだけど、うん、あの自分の家だからさ、うん、あの具材ないちょっと待って冷やし中華始まったじゃなくてそうそうそう俺はね <laughs> 始めた違うだかどうしても食べたくなったわけですよ。 え自分での話じゃないのいや違う違う「いや中華始めましたののぼりがね町中華とかに出る季節ですねああそうだな行きたいな食べたいな今食べたいなスーパーへ行ったみたいな話でリアル始めました。そうそう自分がねそうそう具材ないなと思ってはいあれ大変だよな <laughs> 何にもない <laughs>、ね、も本当に。<laughs> まあに、ね、いっぱい乗っているのが冷やし中華のいいところ、ね、そうそうきゅうりとやっぱハムとねあと薄切り卵そうそうそう、うん、そうは欲しいじゃない欲しいね最低でも欲しいねそうそうでもさこっちはもう早く冷やし中華食べたいわけじゃないうん、うん、だからもうあの、えー、もうまあゆでてこう,、うん、もうなるじゃない、うんうん でね、キュウリは買ってきたのよ。だって俺スーパーに行ってんだもん。そうだよね。それを買うために。で、うん、ハムもあんのよ。冷やし中華とハムハムもあんの。うん、うん。でもね、うん、切るのめんどくさいじゃん。<laughs> だから、冷やし中華一口いって、キュウリをカルってやって、うん、ハムをこう、うんってこう食うわけよ。うん、それでもう、

そう食べたんですそれ、うん、二度とそれを冷やし中華と呼ばないでください <laughs> そうそうなんかそれ一回食うとさまたあ冷やし中華食いてえなと思ってそれ冷やし中華じゃないから <laughs> <laughs> そうそうそうどうしようかな3個セットで3個もさすがに多いからでも2個で食うじゃないでもそうするとさ1個余るじゃないこれねまたえっとだから2袋買わないとダメなんだよねあの3個セットの。 冷やし中華をだからそうするとこうずーっとエンドレスで冷やし中華もういいよその玉の話を、はいはい、<laughs> 玉の勾配数が分かんない話いいよいい公約数が分かんない話いいよもう大変だなって <laughs> 大変だ、ね、お前だけや<ー>そんなに大変さ感じてんの <laughs> 大変です大変、ね いや中華始まったら大変だなっていう。<laughs> そういう人のために <laughs>、うん、町中華とかで食べない。そう、美味しいね。俺でもさ、もともとそんなだから、家で作るというかね、母親に作ってもらったりしてたから。うんうん その冷やし中華をどっかで食べるっていう文化がなかったわけよ。ああわざわざお店にそうそうそう、うん、トマト入ってるかもしんないしあトマト嫌いなんだねトマト嫌い知らないよ そうだね確かにそうだからあんまりね食わないあんなんだってどこで食っても同じような感じするじゃないいやまあいいかもだっめっちゃ美味しい冷やし中華食ったことあるいやないないでしょ一緒じゃんなん冷やし中華の味ってこのように一種類しかないと思うわ確かにそうよ冷やし中華っんてどこで食ったって一緒よまあ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 でもさすがに校内調理よりはうまいと思うけどないやいや美味しかったよお店で食べた方が もう一狩りしようかな、きゅうりとか。きゅうりじゃないよ。一狩りっていうのはしかも一口ね。一狩り。一狩りっていうのは。こっちで調節するんだ。量。そうそうそう。はい。どうですか、冷やし中華。そんな話ね。冷やし中華。冷やし中華の話ないの。ないよ。一人っ子でもね、僕は。冷やし中華。食べるときにこう嬉しいのは。僕はトマトある方が好き。ああ、はい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 。 それ以外に一個、うんうん、これやってくれてたらすっごい嬉しいな前もなんか話したかもしれないんだけど<え>あのきゅうりの綿抜きして、うん、あ,あの刻んで入れてくれてると、うん、あありがてえなって思うは<ー>きゅうりはやっぱシャキシャキが、はいはい、僕の中ではシャキシャキがきゅうりいいところだと思ってるから、うんうん、その真ん中の綿抜かずに綿ごと刻んでるとやっぱムニムニのきゅうりも入ってくるじゃん いやそ,その人でもやってくれてるとあ,、ね、あいい冷やし中華を出すなは、えー、星を上げたいなってそんなにさなんかあのー、なんか取るタイミング逃したみたいなキュウリ食ってんの何、うん、<laughs> かいやでもあるでしょキュウリとかばッばッばってやってたらまああるけどでもほら取りたてのキュウリというかこの,あのちゃんとしたサイズのキュウリってそんなにあの真ん中ふにゃふにゃしてないじゃないいや 喧嘩か？岐阜のキュウリってそんなキュウリしかないってこと？おっとお砂糖をけなしてきたぞ。本当に。いやでもまあ別にキュウリは別に、何個は別にキュウリのワタ取るとか取らんとか小さいこと気にしたことないわ。そういえばそういえばどっちでもよかった。そうか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 。まあ丁寧だね。だからこの前もさなんかそのバーでなんかお客さんがね、あの出身どこですかって。 聞いたら岐阜、はい、ですって言ったね。あ、うん、ああエピソードないですねって言っといたけど。<い>言っとくな、うん、言っとくなよ。に何にもない。え岐阜城ぐらいですもんね。うん、っつって。そうそうそう,そうな。なななんて言ってたその人。うん、ああって言ってたから。<laughs> 負け犬くんが。そうそうなんかねそうなんか全然全然そうそうですかねなんて言ってたから、うん、あの。 ベトコンラーメンありますねってこっちも言ってあげたいよベトコンラーメンねうんでなんかその一緒に働いてた人が「何だベトコンラーメン」って言ってなくて意外と知られてるそうそうなんかあのベトナムのあの話かみたいになってたからなんかそういう説もなんかなきにしもあらずだけどなんかコンプラ的に悪いのか知らないから今ではえベストコンディションラーメンの略だっていうことになってますって言ったら「おお」って言ってた。<laughs> <laughs> いつか僕がした話をまんま言っといたおおそうかっていってそう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 いや汚いお友達そう雑学出せましたよおかげさまでうんそうそうまあでも麺類はいいよ結局ね冷やし中華しかりベトコンラーメンしかりからさ 盛岡冷麺が出てきたじゃないあれはさもう完全に違うものじゃない冷やし中華ではないね麺がだってもうもちもちそうそうそう違うあ,あれがすごいって思うのよだから今まで中華麺と冷麺のねあのそばっぽい昔ながらの冷麺のあれとかね、うん知事 フォーとかやっぱあるじゃない違う各国ね盛岡冷麺は盛岡冷麺にしかなくないあれすごくない確かに発明でしょあれは確かに盛岡温麺食ったことないなあのスルスルの麺そうそうあの麺が何かよく分かんないじゃんよく分かんないけど春雨の太いやつみたいなもっとか硬いさ腰のあるあれは素晴らしいです歯応えよし喉越しよしいや本当にねえ正量感やばいなうんあれは美味しいよ何の話してたんだっけ

かかかありまますすどうし始まる時の「はい」じゃなくて締める時の「はい」だねそういう感じでねもう竹縄でございますがあの「前につける」「はい」じゃそうそうそうなんかにぎやかになった時のねみんながでもまあ「ごめんねごめんね」って「うんわかるけどちょっとねもう予約の時間過ぎてからそう一回4日1しよっか」っていう時の「はい始まる時かはだって「はい」じゃあねって「ね。い」でいいのがそうだけど。 終わる時の始まるパートねはい何喋りますいや結婚式うん僕先月結婚式友達の呼ばれていたんだけど今月も行くのうんそれもまた岐阜なんだけどねはいはい結婚式ってさめでたい席だけどさ基本的にさあ滑りたくないじゃんはあえなんかやるの いやなんかその前の前行った時はまあその普通の,あの会社企業勤めの友達と乾杯の温度をとります取らせていただく時にまあちょっと軽くオッケーやり取り、えーえー、と漫才っぽいのがちょっとでまあそれはまあ受けてよかったけどうん、うん、また次の同じ高校の友達なの。うんはい だから、まあ、会社の人はちょっとずれると思うけどでも大体ほぼ同じメンツが来る。うん、なるほどねまあまあ友達の,、ね、その中学校時代なのか高校時代大学の時代か分かんないけどその同じグループだったらね。ほとんどしかもね男の友達なんだけど2人とも同じ。 あの試薬所に勤めてんのよ。おお、はいはいはい。だから来る上司も同じ。一緒だ。うん。そうで高校も一緒だからその来る友達も大体一緒だし。いはい。うんうんうん。だから次違うのがもう本当一部もうちょっと新婦側のはいはい。冷静がちょっと変わるぐらいなのかな。もう本当にそれぐらいでほとんど一緒の人が来るんだよ。うん。だからうんもう一度受けたこの乾杯の温度は使えない。なるほどね。 同 <laughs> 文とか使えないの以下文みたいなやつ。みたいなやつも、うん、使えない。使えないか。<laughs> また新しいものを持っていかなければならない。かといって滑りたくはない。うんうん、何やったらいいと思いますそうだ,、ね、だからさでもすごいねだって乾杯の挨拶さってさ、うん、もう本当に友達じゃんうん。うん そうねんだろう本当は上司とかさ乾杯の運動はさそういう感じだったりするじゃないで友人代表でこうやったりするじゃん乾杯すんだねそうだね前回が良かったのかねああま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 あどうだろうねでもまあもう使えないしかといって結婚式に行くタイプの人間じゃないから結婚式用の手札ももう2枚目持ってないし。ははいい もうあの結婚式で絶対に言っちゃいけないことばっかり言っとけばいいんじゃない <laughs> うん。やだよ。そうそうそう <laughs> これは言っちゃいけないやつなので <laughs> とか。<laughs> <laughs> そのボケにならないんじゃないギリギリみんなヒヤヒヤしちゃうんじゃないピリピリ式場の人もご両親とかもピリピリするだけで終わるそう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 だねだってその人はもう1回のわけですからそうだね大事な式ですけどいろいろ考えてねいただきたいわけです何する頼まれたら え何するなんかちょっと盛り上げてよって言われたらおうもう歌う歌うだろうないや、うん、いやでもな何だろうねだから乾杯だったらまあまあちょっといや分かんないけどなんか考えなさいフリップ芸したことあるよ俺でも全然芸人になる前にあいや珍しいそうもうだって15年前ぐらいだから、うん、そうそう10年ぐらい前か、はい、そう <laughs> そうやってたよ。ちょっと相談ですわ。これは要相談ですわ。そう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 。だからえ何だったかな。だからまあえこの時はうんこの時はた例えばその高校時代とかだったら高校時代こんなエピソードあったんです。フリップにまとめてみましたとかでやってたけどね。ああなるほど。でもだから乾杯だもんね。まあまあ乾杯かまあ何かねまあスピーチとかなんでもいいけど。うん。なんかこう盛り上げの一役を担えれたらな。うん。 ただ滑りたくはない。うん、頑張ってください。<laughs> <laughs> はい、一旦ブレイクです。ドゥーンと言ってみよう。エンディングです。エンディングです。ちょっと続きなんだけど。うん、一応、うん、その乾杯の場で使える、うん、まあギャグ一個だけ持って,ておーおーおーおお。そうそう。いいじゃない。まあそれではあのー、乾杯の温度を取らせていただきますって言うじゃない。はい。はい だけど、まあ、その、うん。それでは。うん。平の音頭を取らせていただきます。はい、うん。寛平、甲斐っていうギャグがあるんだけど <laughs>、うん。これ。やったら大爆笑かな、はい。採用だね、それはもう。<laughs> 採用だね。あ、しよ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 し。うん 芸人からオッケー出たんで、これはもうバカー受け間違いましたね。かいいのって、あのもうシーンってなったら、チースタロろかって言ってある。完璧です。そら、二段構え。で二段構えまで行けばいけるんじゃない。うん、そう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 。この寛平の温度さ結構飲み会とかでよくやる。飲み会ではね、結構受けるんだけど。受けるんだ。受ける。ああ、いいじゃん、いいじゃん。それでは、寛平、かの。っと、みんなでやると、確かに楽しいんだけど。ええってなるしね。 楽しいんだけまい逆にしてじゃあ会議のいやそれ官邸の温度やない会い逆にしてもいいんだけどこれは楽しいんだけど結婚式向きかって言われるとねお父様世代にはワ受けてもポカンってなったら嫌なそう分からないかもしれないのかまあ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 か考えてまた滑ったか受けたか。 ああ大爆笑取りましたわって報告しにまた来るよ。うんうんうん、違う、ね、あれよ、ね別に乾杯の温度のその部分だけやるわけじゃないでしょ。だって、喋り、トークまで。そんだけのギャグはきついわ。トークでね、盛り上がればね。うん、盛り上げて <laughs>、うん いい話した最後に寛平でもいいけど、ね、<laughs> めっちゃいい話して、うん、それではみたいなちょっとなにながらの温度で寛平ペかいいのうでいいね <laughs>、うん、そのぐらいでやったらみんながずっこけてくれるかもしれません <laughs> 明るいね <laughs> 明るい意識なんで明るいまあちょっと頑張ってきまーす頑張ってくださいお金をもらわないねなんかネタってそうね難しいよねもうそうだね、うん、でもほらなんか もう身内ネタでいいわけじゃない。うん、まあね。ね。多分それはもうやりやすかったりするから、うん、頑張ってきてください。<laughs> ね、またラジオで報告するあぜひぜひお願いします。うん、はい。最後の歌は、ジュディアンマリーで、えー、散歩道でございます。はい。はい。それでは、また、この後も、スカイデイズ FM お聴きいただければと思います。えー、また え水曜19時お会いしましょうお相手はデューンだと思とうん来週もいるよ光さんライズでしたありがとうございましたバイビー d ュ n と言ってみよう